いたします。メンバー紹介します。ドラムス清水良治、踊り梅沢ひとみ、ボーカルギター吉村です。そしてゲスト佐野智美さん、通称佐野智美です。それでは最初に佐野智美さんに登場していただきます。よろしくお願いします。ご紹介に預かりました佐野智美言います。世の中に同じ名前の人がいっぱいいるんで、いつの間にか美のところだけ切られちゃって佐野智美って呼ばれるようになりました。生まれも育ちも東京なんですけれども、まあ、佐野家のお墓は北海道にございます。半年くらい雪に埋もれております。時々ね、ちょっと母親の影響でなんかあんまりこう言葉ちゃなんかいろいろ混ざりに混ざってますんで、変な北海道弁とか出てくるかもしれないんですけど、まあ、今日はなんか生ら緩くなるかないなとかね、なんかすっごいなんかハードだなとか、なんかそういう意味なんだったりもしますけども、はい。ではですね、なんかすごい人が出てまいりました。ちょっとね、音の話が出ましたけど、オカリナは大丈夫なんでしょうかね。オカリナはいいんじゃないですか。じゃあちょっと、はい、また音でちょっと2曲ほどカバーをやらせていただきます。雨の日の淡い光は僕たちを包み込む。目には見えない周りの人たちのありげない優しさのようで、目には見えない周りの人たちのありげない優しさのよう。そう、子供の頃ウルトラマンの住む光の国に憧れたけれど、雨上がり雲の切れ間から光さ雲の切れ間から、ここが僕たちの光の国、ここが僕たちの
その存在すら忘れてしまいそう。闇夜の中にあって、初めてその存在価値を知らしめる。そんな光のようになれば、いつか憧れたあの日、そんな光のようになれたらと、いつか憧れた日。ライトアップ。さて、続くのは戦闘的な暗闇。戦闘的なクラゲは海の中で燃えるんだよ。戦闘的なクラゲは波が好きなんだよ。戦闘的なクラゲはまっすぐに泳ぐのが好き。ふかんふかんと水を吐いて正しく泳ぐんだよ。あるのかないのかわからない。いつでも同じ水の上、ふわふわ泳いでいるみたい。だけど、でも突き出す拳はないけれど、僕にはしびれる毒がある。だから言わせて、はじめまして。戦闘的なクラゲは海の中を旅するんだよ。戦闘的なクラゲは時々空も見るんだよ。戦闘的なクラゲはまっすぐに泳ぐのが好き。誰にも邪魔をされずに正しく泳ぐんだよ。あるのかないのかわからない。時々自分が怖くなる。どちらに向かって泳いでいるのか。そう、いつでも僕のは寂しくてめまいのするような恋だから、だから言わせて、はじめまして。あるのかないのかわからない。いつでも同じ水の上、ふわふわ泳いでいるみたい。だけど、そう、いつでも僕のは寂しくてめまいのするような恋だから、だから言わせて、はじめまして。めっちゃいいな。戦闘的なクラゲでございます。最後に、月曜日の東京中央区京橋。月曜日の夜、場所は京橋。とある画廊だか何だか知らないところでの展覧会。なんだ、オープニングパーティーズバリ飲み会だよね。よくよく回らんじいさんばかり、これまた出来上がった勢いで絡まれる、絡まれる中年女が一人。あんだって、私の好きな人のタイプだ。あ、決まってねえよ。どんなにムカつくことあったって、見ていて飽きない人がいいの。味わっていて飽きない人がいいの。まあもういいって言ってもそんなに酒いらないよ。酔っ払って電車乗るとさ、東京の地下で買えないんだよ、いろんな人がよ。はいはい、わかった、強い酒飲ませなくって。すいません、ビール2本か。まだ夜の口じゃないの、夜の口じゃないの。
を守りまして、私はこちらマイクを離れまして、ギター弾きの吉村正信さんにずるずるとバトンタッチしたいと思います。東京から大阪西成にこんなところ遊びに来て本当によかった。市からのかまぼこバンドの皆さんもなんか歌うまい人多いなと思ってちょっと羨ましいなと思いました。なんでみんななんか普通に楽器とか歌とかうまいんだろうと思いました。どうもありがとうございました。佐野智美でございました。このままずるずるとずらかしますいいよおい佐野智さんでした。ありがとうございます。いい感じだよ。盛り上がるの？盛り上がってきたよ。盛り上がってしまうの？盛り上がるの？俺はさて完全に歌える人は歌ってください。みんなが知ってる歌です。どうだい？シャボン玉飛んだやれまだ飛んだやれまで地下室八百長
僕らはその穴の一つ。穴の向こうに何かが見える。鬼のいなくなった鬼ごっこ。ヤモリの中に卵が二つ。コウモリはどちらへも入れてもらえない。君の未来は僕の過去、僕の今は君の未来。僕は君に表示のない標識が僕らの行き先。